まうということで、ぼかされてしまう。で、その後のその土地を、まあ、大学費用にとかいろいろ、その土地に行って、いろいろな人がいて、そこでお金がどんどん入っちゃうというのが、そうなんですね。そういうことが、まあ、ありまして、だからその、まあ、非常に問題になっているというかね、そういう状態があるので、この上に、国民党がいるわけですが、国民党が初見でやろうとしてもですね、なかなかそう簡単にはいらないんですよね。それで、最後に、まあ、これですね。最後にこれ言いましょうね。最後にですね、日本人はどう付き合えばよいかということなんですけどね。少なくとも、ここ2年、2、3年の間、まあ、正面、次には2年ぐらいなんですけど、2年ぐらいの間にガーッと変わってきたんですけども、これはですね、別に日本が変わったんじゃないんですね。そこに言いましたが、中国の指導者が変わったんですね。この変わったっていうのは、この時代だとわかりませんけど、人がこう進化したっていうんじゃないんですよね。なんか考えを変えたっていうね。つまり、胡錦涛は前から考えがあるんですね。江沢民も前から考えがある。で、その江沢民の力がなくなりまして、胡錦涛の形に変わったんです。だから人が変わったんですね。人が変わったから当然その人の性格になります。当たり前のようにね。なるほど。決して日本が変わったんじゃないんです。だから、最近の新聞ではですね、こんなに変わったのになぜ変わったのかと。日本の何が向こうに影響を与えたのかとかという話もよくあるんですけど、それはおかしいんです。そんなのはないのにね、なんか考えようということはおかしい。これは向こうが変わったんですね。江沢民から均等に変わったんです。で、同時に歴史問題というのはマッチポンプ、マッチポンプということがいいだろう。要するに、先にですね、火をつけてですね、わーっと火事になって、それから、こう、少々を持ってですね、聞く、というのがマッチポンプですよ。だから、かなり半日間、こう、ザーッとやってるわけですから、やっててですね、わーっとなんか半日だって言って、まあ、困ったり困らなかったりしてる。